チャロデーカは、ピョートルチャイコフスキーが作曲した全4幕のオペラ。日本語では、魔女と訳すこともある。イッポリート・シュパジンスキーが自作の同名の戯曲を用いて表したリブレットに基づく。作曲は1885年9月から1887年5月にかけて、ロシアのマイダ・ノボで行われ、1887年に、サンクト・ペテルブルクにおいて初演された。 イッポリート・シュパジンスキー作の儀曲、チャロデーカは1884年に、モスクワのマールイ劇場で初演され、たちまち、モスクワとサンクトペテルブルクで公演が行われた、演劇の中でも並ぶもののない上演回数を数えるようになった。二人の女優、マリア・エルモロバとマリア・サビーナは、主役のナスターシャを見事に演じた。チャイコフスキーの弟であるモデスト・チャイコフスキーはこの、 チャロデーカを称賛しており、特にある一シーンを褒めたたえていた。彼が作曲家の兄にこのことを指摘すると、チャイコフスキーはそのシーンを題材として二重章を書くことにした。チャイコフスキー自身も1885年1月に同作を感激しており、その後シュパジンスキーにあてて、戯曲をオペラのリブレットに改作してもらえないかと書き送っている。シュパジンスキーは、 この依頼を引き受け二人は同月に企画の打ち合わせを行うべく顔を合わせているが、シュパジンスキーの離婚調停があり、作業は遅延した。ようやく8月になって、リブレットの完成を見たものの、長すぎたためにチャイコフスキーは徹底的なカットを行わざるを得なかった。カットを行ったにもかかわらず、本作はチャイコフスキーの歴代最長作品となったのである。 初演は1887年11月1日にサンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場にて作曲者自身の指揮によって行われた。舞台監督はオシプパレチェク、舞台装置はミハイル・ボチャロフ、衣装はエブゲニー・ポノマリョフのデザインであった。しかしシーズンを終えると本作は演目から外されてしまう。舞台装置と衣装はモスクワへと送られ、 1890年2月14日に一度だけ上演された。ボリショイ劇場では1916年1月25日に再演されたが、この際も年内で公演は打ち切りとなった。3度目にボリショイ劇場の演目として本作が現れるのは1958年のことで、 この時は49回の公演を重ねるとともに1965年まで演目として残っていた。近年のボリッショイ劇場公演は2012年に初日を迎えている。2014年9月14日には2014年2015年シーズンのアンデア・ウィーム劇場でクリスト・フロイが監督した新演出での上演がミハイル・タタルニコフの式。 ウィーン放送交響楽団の演奏で封切られた。ピッコロ、フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、舞台外に4、コルネット2、トランペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、トライアングル、ダンブリン、スネアドラム、シンバル、大太鼓、タムタム、ハープ、弦5部。15世紀も終盤に差し掛かった頃。 にじにのぶごろどの居酒屋、沖屋で事件が起きる。魅力的な宿屋の女主人であるナスターシャは、この地方を治めるニキタ・ダニロビチクルラテフの右腕である横島なマムイロフを拒んだことで、彼から敵視されてしまう。彼は、ナスターシャが魔女であり、出会った男は誰もが彼女に惚れてしまうという噂を流す。ニキタの息子であるユーリーは足しげく宿屋に顔を出すようになる。 父も宿屋の常連で、狂ったように、ナスターシャに惚れ込むが拒まれてばかりであり、どんな手段を使っても、目的を達成すると彼女に迫る。マムイロフガニ北の妻であるエブプラクシアの前に、現れて、事実を告げる一方、まだナスターシャに熱を上げていない息子のユーリーは、母の胸を晴らすことを誓う。ナスターシャに退治した、彼は、彼女が愛する人物は自分なのだと知る。 二人は共に夜逃げする計画を立てるが、その時すでに、マムイロフガナスターシャトに来た、そしてその家族に対して破滅的な結果をもたらす、復讐計画を練り上げていたことを知らなかったのである。岡川の向こうに望むニジニノブゴロドのマチソ連時代、シュパジンスキーの番に基づいて、セルゲイ・ゴロデツキーが書き上げた、新たなリブレットによる上演が1941年3月22日に、 レニングラードにおいて行われた。ありがとうございます。